来年度2023年度の防衛費の概算要求の中にその新造にまつわる費用が盛り込まれたことで、イージスシステム搭載艦の構想は予算的な後ろ盾を得た計画となったみたい。今後の日本の防衛力の整備という観点からも注目を集めているみたいだぜ。日本の防衛力が上がることは望むところだもんね。中国やロシアの脅威に対抗しないとだし。そうだね。さて今回は、新造が決定されたのイージスシステム搭載艦について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。今回その新造が具体化したイージスシステム搭載艦は、建造に必要な費用はなんと1隻あたり少なくともおよそ4000億円以上。場合によってはおよそ5000億円以上にも達する可能性があるとの報道も多く見受けられるね。これは海上自衛隊の既存のイージス艦の中で最新鋭艦であるマヤ型の場合、1番艦マヤがおよそ1680億円、2番艦はグロがおよそ1734億円とされていることと比しても軽く倍以上に相当する金額であり、いかに高額かは言うまでもないな。またイージスシステム搭載艦の使用としては推定値とはいえ、基準排水量が2万トン、全長が 210.0 メートル、全幅が 40.0 メートルの大きさで、およそ18ノットほどの最大速度の艦艇になるのではないかとの見方が多いみたい。これもマヤ型の場合は、基準排水量が8200トン、全長が 170.0 メートル、全幅が 21.0 メートルの大きさで、およそ30ノットの最大速度であり、艦艇の規模として見た場合にもイージスシステム搭載艦ははるかに大型となっているんだ。イージスシステムはご存知の通りアメリカ軍が開発した兵器システムであり、日本の海上自衛隊の艦艇としては1993年に就役した混合型が、初の同システムを搭載するイージス護衛艦として知られるようになったと言ってよいだろうね。この混合型が4隻建造された後、海上自衛隊では続くアタゴ型を2隻、そして前述のマヤ型を2隻と、これまで合計で8隻のイージス護衛艦を建造保有しており、いずれもアメリカ海軍のアーレイバーク級ミサイル駆逐艦がベースとなっているよ。ちょうど海上自衛隊で初のイージス護衛艦として混合型が就役を開始した1993年、北朝鮮が初の弾道ミサイルの実験を行うに至ったため、日本でも弾道ミサイル防衛 BMD をいかにして行うのかが急務となったってわけだな。そして5年後の1998年にはついに北朝鮮は中距離弾道弾であるテポドン1号の発射実験を敢行。日本はこうした脅威に対抗するために2003年の小泉政権下で弾道ミサイル防衛体制の整備に着手することを政治的に決定したんだ。こうした経緯を経て混合型は、アメリカ海軍のタイコンデロガ級ミサイル巡洋艦や、アーレイバーク級ミサイル駆逐艦で実現されていた弾道ミサイル防衛 BMD を取り入れ、SM-3 による弾道弾への迎撃能力を付与されることとなったよ。以後は最新鋭のマヤ型に至るまで海上自衛隊の8隻のイージス護衛艦は、細かく見れば運用する SM-3 やイージス BMD システムのバージョンに相違はあれど、日本の弾道ミサイル防衛 BMD を担う主体として今日を迎えているってわけ。しかし特に2000年以降には増強の一途をたどる中国の軍事力による海洋進出が、新たな日本の安全保障上の脅威として台頭してきたこともあり、ことに南西諸島方面の防衛力の整備には貴重なイージス護衛艦の有効活用が必要との見方が強まるぜ。中国の脅威に対抗するための防衛力は必須だもんね。そのため現状日本の弾道ミサイル防衛 BMD のために、稼働時にソ連の対応に縛られる一部のイージス護衛艦を解放する施策の検討が行われ、日本では2017年に陸上配備型のイージスアショアをその代替として導入することを決定したようだな。イージスアショアは計画では北は秋田県、南は山口県に配備して日本列島全体をカバーすることが想定されており、イージス護衛艦の有効活用を促すことに加え、それらの乗組員の確保に困窮している海上自衛隊の現状を改善するものと位置づけられたね。しかし2020年6月、イージスアショアは発射後に落下させる必要が生じるブースター部について、その位置を完全に安全な場所に制御できないという問題が解消できず、やむなく導入の中止が決定されることとなったみたい。ただしイージスアショアの導入が中止されても日本の弾道ミサイル防衛 BMD や、イージス護衛艦を南西諸島防衛用に振り向ける施策まで無にすることはできないため、再度これらをどのように実現するのかの代替策が検討されたらしいな。そして2020年末に導き出された結論が、イージスアショアで調達が決められていた SPY-7 レーダー等をそのまま転用して搭載する新型艦艇を2隻建造する案であり、これらは既存のイージス護衛艦と区別するためにイージスシステム搭載艦と表現されたんだ。そして2022年8月、冒頭で記述したようにこのイージスシステム搭載艦は、
大方の予想を大きく上回るほどの規模に達することが大手のマスメディアなどでも大々的に報じられ、その存在と有用性について大きな波紋を呼んでいるみたいだね。中でもこのイージスシステム搭載艦の大きさを表して、令和の世のヤマトの再来とも呼ぶ声すらも上がっているんだけど、無論これは太平洋戦争時に世界最大の排水量を誇った大日本帝国海軍の戦艦ヤマトに名付られたのもだよ。日本人で戦艦ヤマトの名前を聞いたことのない人はいないってくらい有名な戦艦だよね。大艦巨砲主義の象徴とも言うべき戦艦ヤマトにイージスシステム搭載艦が名付えられているのは、おおむねこれが批判的な文脈で捉えられていることを示していると言え、戦いの主力が航空機に移る中で無用の長物と化したそれと重ねてのことだろうな。ここまでイージスシステム搭載艦の艦艇としての規模が大型化した理由は、前述したように陸上用のイージスアショアからレーダー等の設備をそのまま転用することが主な要因ではあるんだけど、他の要素もそれに拍車をかけているんだ。他の要素って？そこには搭載する兵装が弾道ミサイル防衛 BMD 用の SM-3 のみに止まらず、巡航ミサイルの迎撃を機とした SM-6 や、日本政府が言うところのスタンドオフミサイルとしての12式地対艦誘導弾の能力向上型も加えられているからだね。イージスアショアの導入を決定した2017年に比べても、確かに日本の安全保障環境はより厳しい方向に向かっていることは間違いないが、SM-6 や一二式地対艦誘導弾の能力向上型は対中国に向けた兵装で、弾道ミサイル防衛 BMD とは別の範疇と思われるよ。これらの対応をもイージスシステム搭載艦で同時に対処しようと考えた結果が今の建造案なのかもしれないけど、これまでの近年で日本が独自の兵器のプラットフォームの開発等を行っていないことを考えれば不安は拭えないんだ。大多数の人々の間で今のイージスシステム搭載艦の使用に関してそれを懸念する声が大半を占めることも、まさににその点に危惧の念を禁じ得ないためで、実際にそれが有効な兵器システムとして機能するのかを問題視しているってわけだな。こうした指摘には頷く点が多いのだが、あえてイージスシステム搭載艦の現状のコンセプトの良い点を見出そうとするならば、各種ミサイル兵器のプラットフォームとして移動可能な部分かもしれないな。これは現在の南西諸島防衛について、陸上自衛隊が奄美大島や石垣島の島々に対して一二式地対艦誘導弾等の配備を進めて入るものの、既存の駐屯地のみならず新設等に関しては絶えず政治的な批判や反対活動にさらされてしまうゆえだね。それらに対処することに時間を要して、現状よりも中国の軍事的脅威がさらに高まる可能性を考慮すれば、移動式のミサイル兵器のプラットフォームとしてのイージスシステム搭載艦は少なくともそうした制約は受けずには済むんじゃないかな。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。